県道沿いを進むと見えてくるのが陣屋の大きな看板。そばと天ぷらのお店です。駐車場も大きく、送迎バスもあります。最大160名までの宴会も可能だそうです。あ、看板がありました。ここを曲がります。大きなビニールハウスですね。いちご狩りが人気で、紅ほっぺなど王道の品種のほか、数種類が食べ比べできます。シーズン以外では自分で収穫して食べる食育体験など、さまざまな企画も行われています。慈恩寺に到着しました。大きな境内を進みます。こんにちは。お寺の成り立ちを教えてください。今からだいたい1200年ぐらい前になると思うんですよね。天長元年に建てられたお寺で、慈覚大師円仁さんという方が建てられたと言われております。でまたこの名前慈恩寺というんですけども、これは中国に西安ですね、大慈恩寺というお寺があるんですけども、そのお寺の地形がこの地形とよく似ているということで、慈恩寺としたというふうに、そんなふうに伝わっております。昭和19年に南京ので玄奘三蔵法師の骨が日本の兵隊さんが発見したんですね。日本の仏教徒の皆さんにということで分骨されたそうです。ご本尊の千手観音像は中に祀られているとのこと。ご開帳は牛年ごと。西遊記の4つの場面を切り取った絵が飾られていますね。天井にも立派な絵が並び壮観です。立ち並ぶのは本尊千手観音像の従者である28部衆。獅子舞の発祥の寺だという言い伝えもあるそうです。これは南蛮鉄の灯籠、室町時代のもので、鉄製は珍しく市の指定有形文化財になっています。徳川家康が日光をなり道を通った際、こちらに立ち寄ったという記録もあるそうです。ここは坂東の札所にもなっておりまして、この坂東の札所っていうのは、鎌倉時代にできたというふうに言われてるんですけども、関東一円に33観音さんの霊場なんですね。でその中の一つで、私どもは12番ということで、ぜひまたそういう機会がありましたらですね、お参りしていただければというふうに思います。ありがとうございました。この後、玄奘塔に行ってみます。飛び地になっていますが、ここも慈恩寺の境内です。これは十三重の花崗岩の石組みによると、ここに三蔵法師玄奘の遺骨が安置されているんですね。諏訪神社にやってきました。周辺の開発によって神社部分だけが小高い山のようになっており、天気がいい日は遠くに富士山が見えるそうですよ。眼下には諏訪公園が隣接しています。電動アシスト自転車を漕いでの街歩き、一休みにはぴったりの場所ですね。さて、今回のシリーズパート1では、岩槻駅を出発し、さいたま市の東エリアを北上してきました。お店の方、お寺や神社の方と多くの方にお話を伺うことができ、ただ移動するだけでは見えてこない多くの魅力に出会いました。そして何より、皆さんの地元愛の強さを確認できた旅でもありました。
この後パート2に続きます。まだまだ新しい発見がありそうですよ。